続いては、藤田和樹選手から三ラウンド KO 勝利で K1 デビュー戦を飾りました、石井一世選手の登場です。奥のムービーカメラに視線をお願いします。 ありがとうございます。ご着席ください。それでは石井選手本人から昨日の試合を振り返っていただきます。え皆さんこんにちは、石井瀬です。えー、昨日は、えー、デビュー戦、K-1 デビュー戦の、えー、応援に来ていただき、そして ABEMOVA TV で応援していただきありがとうございました。 1> えーまあ、k 1デビューということであの緊張するかなと思ったんですけど緊張も全くせずあのたくさんの応援のおかげであの逆にホーム感があってあの本当にやりやすい状況で試合をできました、えー、そしてあの、まあ、コメントとかにもいろいろあったんですけど1ラウンド目、やっぱ硬いなとか2ラウンド目 やっぱ3ラウンドぐらいからじゃないといけないのかなというコメントもあったんですけどあの今回は K‐1 初参戦ということで、えっとまあ、あのチームで話し合って1ラウンド目はもう何があってもいかないというあの多分映像を見ても分かると思うんですけど1ラウンド目はパンチもほとんど出してないしもう蹴って、まずはもう何,何もせずというわけでもないんですけど蹴って、蹴って,蹴ってもう自分の。 リーチにしてから最後仕留めるっていう作戦で行ったので、あのそこはあの心配しないでいただきたいです。はい、応援ありがとうございました。質疑応答に移りたいと思います。どうぞ。これ結構たくさんのファンの方が来ていて、はい、はい、なおかつこう K. 1で初参戦。はい。そういったところについていかがですか。はい、そうですね。えっと、まあ、地元が地元福岡であのデビュー戦ということで。えっと、約。 あのまあ、三浦一樹も一緒にこうチームで約600人以上の応援団が来てくれてだからあの石、石井一斉コールのときに石井一世ってあの言われたときにすごい会場があの湧いてくれてそのときにもうなんか初めての K‐1 だったんですけど本当になんていうかなもうホーム感がありすぎて本当にやりやすかったですね。はい 試合内容での K1 ルールの、はい、での手応えと対戦相手と戦ってみてその点はいかかがです藤田選手は、えー、っとパンチでくるっていうのは分かってたんで、ただあの、まあ、あれでただ、まあ、高校生から始めて、えー、っと今までやってきたっと言って,なんていろいろ K1 だといろいろ不安もあって考えたんですけど 高校生からやってきたあの選手に俺って負けるわけないよなっていうこう落ち着いて考えたら今まで高校生から始めましたってスパーリング来た人とかもなんていうかな一発のパンチもらってないしあのうんやっぱ桁の違い、格の違いを見せないとこれはいけないなっていう,こう覚悟で今回臨んだのであの藤田選手、本当に熱いファイターで。 何ていうかな、まあ、すごい感じたんですけど、あのここは僕のプライドをかけて、はい、今回、戦いました、はい、フィニッシュの3ラウンドの,あのシーンなんですけど、はいはい、それはそのフィニッシュできたのは、はい、あの打ち合いに行こうと思っていけたのか、それとも距離感がつか、はい、めたのか、どういったところがあるんですか、えっとまあ、3ラウンド目はもう、あのセコンドから、もう行っていい、もうずっと行っていいよっていう,こう指示が出たので、まあ、行く。 ようにはしてたんですけど、まあ、あの。ちょっと左の、えっ、ー、と、技をパンチをちょっと封じてて、今回右の。一回目も右で取ったんですけど、左がちょっと。ね、ちょっと前に、ちょっと痛めて、左をちょっと封じてて。最後もう三ラウンド目の最後だから、左も出そうと思って。左も出したら、やっぱりちょっといけたなっていう。まあ、やっぱり自分の得わざフックとボディなんで、そこがま混ざると。あの、やっぱり全然いけるなと思います。はい。 さんと試合後に会話をされたようでしたが、はい、何かこう声をかけてもらったりというのはありましたかさ、えっと正さんにも1ウンド目からもっと行った方がいいよって言われて、えっと、あと、パンチをもうちょっと磨きかけたらもっと化けるよって言っていただいたのでそこはあのしっかり受け止めて練習していいいきたいと思います、はい、まあリングサイドで黒田選手と池田選手が見守った中での試合でしたがそれについていかがですか今後のこう展望も含めて。 そうですね、えっとまあ。昨日言わせてもらったんですけどあの、まあ、まずバンタム級の世界トーナメントやっていただきたいのと、まあ、黒田選手、池田選手どちらかとやりたいと言ったんですけどあの、まあ、そこは変わらず、えっと、強い人とやっていきたいし世界の k 1のベルトが取りたいしあのそこは k 1さんにお願いして、まあ、この後、k 1が9月横浜で12月大阪ですかね。 なんでまあ、9月はちょっと近いんで12月ぐらいだったら僕は空いているのであのそこは、まあ、トーナメントになるのか分からないですけど、えっとまあ、トーナメントをもう開いてもらって、まあ、12月はどっちかとできれば嬉しいなと思ってます今回のこう k 1参戦でこう初めてあの石井選手のことを見たというファンの方も多いと思うんですけど、はい、今後はこうどのようなこう存在感というところを出していきたいですか。でえっとまあ、昨日もすごい反響が 大きくて、えー、と今まではやっぱムエタイとか、あのー、違う団体,団体さんとかに出てたんで、あのー、また新しい、あのー、見てくれる方が増えたので、えーとーまあ、そこは変わらず、まあ、ムエタイの本当強さを、えー、とー見せていきたいのと、まあ、K−1 で不安という声があったので、まあ、そういうのはもう全部あのー 皆さんの頭の中から、えー、と消してもらって、あの石井毅 K1 でも本当にスターになれるんだなっていうあの期待を込めて見守ってほしいですね。はい、よろしいでしょうか。それでは以上とさせていただきます。石井毅選手ありがとうございました。ありがとうございました。うしたどうぞご講談ください。